どうもノズルです。はい、ということで今日もクラッシュライルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日のこの動画トロフィー上げやっていきたいと思います。現在ね、トロフィーが5483、あと1勝することができればこのマスター3のね5500に乗ることができるということで頑張っていきたいと思うんですけれども、今シーズン残り5日間かな、かなり全体的にトロフィーが上がってきています。シーズンによってね、全体的にトロフィーが伸びないシーズンと伸びるシーズンがあるんですが、今回のシーズンはかなりチャンスだと思います。最多更新ね、できるチャンスだと思いますので、私も自分の過去最高の5823かな、5823を更新できればいいなというところで頑張っていきたいと思います。あと5日間か。結構ね、今ゴーレムがきつくていろいろデッキを試しているんですが、これに落ち着いています。でゴーレム使いの人たちももう軒並みね違うデッキに変更していて、かなり環境的にはゴーレム辛いかなと個人的には思っています。で今の環境やっぱり強いのが一番がやっぱジャイアント、そしてもう一つが新枯渇かな、スケルトンバレルを主体として戦っていく細かい系が流行っているので、どうしてもゴーレムね出した瞬間に逆サイドとかを、どんどんね攻撃されてしまうので、最初の2分間はもういつもより慎重に戦っていくっていうことを、意識しながらね、ゴーレム出していきたいなと思います。それでは5500リーチをかけた戦い参りましょう。レッツゴー、しゃがまろ。結構やっぱりね、ジャイアント、新枯渇、あと三重子もやっぱいますし、ホグライダー、迫撃砲、ここら辺が環境の中心になってきているのかなと思います。お、日本の方だ。もみあげさん、笑ってフォーエバーよろしくお願いいたします。ペッカとかが流行ってないですね。ちょっといるんですけれども、なんて言うんだろう。ジャイアントがここまで流行っているのに、ペッカが流行ってないのは、やっぱりね、後ろにこれはエリポンを置いてきているんで、三重子の可能性大っていう感じですかね。環境的にはゴーレムよりもね今三重子の方が圧倒的に多いイメージです。ここはちょっとこっちから仕掛けますか。おザップを打ってくれたんで、ここは2コストラッキー。さあバルーンにメガナイトバルーンかな。さあここはまだ分かりません。ラババルかな。ラバハウンドも前回のアップデートで強化されたんで、エリポンも入っていることを考えるとラババルもしくは三重子とかが出てくるのかちょっとわからないですね。テンプレートデッキではないご様子。さあここはラバですね。今回の私のデッキは対空がそんなに多くないので、さあここは嫌な雨でガーゴイルしっかり処理してあげて、メカゴが出てくるかな、後ろから出てこない。 OKOKOK ゴーレムがなかなか刺さっておりますね。ラバハウンドは体力が上がったとはいえやはりね攻撃力の低さはそのままなので、ここはトルネードで引き寄せてアイスピで気持ちいい。さあ OKOKOK ゴーレムパンチがかなり入ってくれました。どうしようかな。ここの残り629は結構難しくて、右攻めるか左攻めるかちょっと難しいところですが、右行きましょうか。あ、いや左かな。いやちょっと待って、出した瞬間左に思えてきた。ただしいいです、ここは頑張っていきましょう。エリポンは無視したくないよね結局ね。エリポンはやっぱ無視するべきではないので、ポイズンをかけますが、相手のガーゴイルとガーゴイルの群れね、この2種類のどっちに、矢の飴を使うか、これはちょっと考えながら展開していかないと痛い目を見ます。ここはガーゴイル足してきたら矢の飴、ここはゴブリンたちにもねかかるように矢の飴打ってあげます。でこの後相手はガゴ群れをどっかのタイミングで展開していきたいと思うので、このガゴ群れを注意して処理していきましょう、さばいていきましょう。さあ来た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 、このガゴムレさんはやっぱりすごい警戒しないと、一気にねタワーを持っていくパワーを秘めているので、さあここは右もかなり削ったところで左にゴーレム、さあ左右にゴーレムを振っている。もうこう左右にゴーレム振るんだったら初めから左落とせよっていう感じなんですけれども、相手は左にバルーンですね。こっちはトルネード、そうだな難しいな。ラババラは本当に最後の最後まで警戒しないとやられちゃいますからね。ここでガゴムレ出してきたらトルネードでまとめてオジャンにしてあげましょう。さあここは一旦寄せて、ガゴムレが来ても後ろのベビドラで処理、万全なる体勢を作っていきます。 OK 勝ったかな。ちょっと相性勝ちっぽいけど、相性勝ちも含めてねデッキの強さだと思うので、グッドゲームありがとうございました。よし、これで5500乗りましたかね。結構ね本当にデッキに迷っていて、私いろいろ変えながら迷走してやっと5500乗ることができました。
いやー、5800まであと300ちょっとか、今シーズンも頑張っていきたいと思います。あの呪文が今3つにしてるんですけれども、やっぱり細かい系が多いのとジャイ軸がすごい多いん でジャイ軸の後ろについたね、があのガーゴイルだったりコウモリの群れ、これをどちらも処理するためにヤノアメポイズンが一番いいんじゃないかなと個人的には思ってます。迫撃もやっぱり見ますしね。ここをロケットとかライトニングにすると結構重量級に対しては強くなるんですけれども、迫撃に対して弱くなるんで、やっぱりポイズンになってくるのかなという感じですね。かなり環境的にはゴーレムに辛い環境ですが、まあ、このままねゴーレムで頑張っていこうかなと思っております。まあ、他のデッキもいろいろ練習はしているもののっていう感じですね。あと1戦いっていきましょう。ほうなどさんよろしくお願いします。さあここで勝利できれば5800までサクッといきたいんだけどな。やっぱなかなか、やっぱ過去の最多、自分の最多を超えるのは難しい。まあ、でも過去の自分に勝ちたいですよね。しかも今シーズンは本当に、展開プレイヤーとかも結構出てますし、その最多トロフィー更新している人も多いので、まあ、そういった意味ではかなりチャンスのシーズンだと思います。さあここはメガゴ同士で、相手はゴーレムか。メガゴはね結構最近はゴーレム以外にも本当にいろいろ入ってるんで、まあ、ここはちょっと挨拶がてら交換して、まあ、でもここでメガゴで仕掛けてこないってことはなんかゴーレムな感じはしますよね。うん、相手出しづらいユニットなのかなと思います。まあ、クロスボウとかも警戒しつつ、さあアイスウィズか。いやクロスボウ濃厚ですかね。アイスウィズが出てきてしまえば、さあ違う、スケルトンバレル。このスケルトンバレルはベビドラで処理し、さあやば、ちょっと待って、ミニペが残るぞ。ミニペが強いんで、ここはトルネード使いたくなかったけど、これね結構やっぱ細かい系の特にスケルトンバレルは呪文を使うタイミングが難しいですよね。コウモリと一緒に寄せられたと、おっとロイヤルジャイアントか、これは効いてね。ここはミニペッカとメガゴを足すんですけれども、ここでね呪文が飛んでくるとちょっと辛いですよね。いやーかなり相性的には不利な感じがしますが、まだまだ諦めず頑張っていきたいと思います。レベル5のアイスウィズが強い。よしよしよし、このベビドラいらなかった説、いやいやちゃんと処理していこう。スケルトンバレルは本当にね、あの舐めるなってじっちゃんが言ってた。スケルトンバレル舐めたら痛い目に遭うぞと。ただ細かい系に対して今のところここでロイジャイ足してくるかな。足してこない。さあ足してきませんでしたね。ロイジャイ足してきたらゴーレム出さなかったんですが、こっちは相手が一回様子を見てきたので、こちらもゴーレムを展開させていただき、さあここでの2段構え。ここはゴーレムでミニペッカを受けて、こっちのミニペッカでロイジャイを処理した後相手のミニペッカをやっつけていく。さあいい形、いい形できております。いやーでも強い。ミニペがすごい働いてますね。お互い相手のミニペもすごい働いてるし、こっちのミニペ、おお、ワンチャン、あー惜しい。今こっちのミニペが相手のタワーに届くかなといったところでしたが、届きませんでした。さあロイジャイの方が確定ダメが入っていくからだんだん不利になっていくかもしれませんが、まだ諦めておりません。さあまだ諦めないマン。さあここでどうだ、押し切れるか。いやワンチャンあるな、ファイアーボール打たれるが、そんなのもう満点。あーローリングットがあるから、このアイスピはちょっと初心者っぽかったけど、それでもいい感じに入っていく。 OK、形勢逆転しました。さあドズニキ有利、これはゴーレム押せる形。このゴリ押しの形を作るのがねやっぱりゴーレム難しいんですが、よし形はできた、完璧、これ勝ちましたね。さあ矢の雨打って、おっと今あれですね、ローリングットで墓石にターゲットを変えられましたが、ドズニキゴーレムがしっかり入っていく。ありがとうございます。いやーよかったよかった。結構2戦とも負けてもおかしくない、戦いではございましたが、5548まで来ました。結構ね、他の、ケンツメスさんとかみかん坊やさんとか、サクッと、トロフィー上げしているように見えて、でも、二人もね、めちゃめちゃクララやってて、私も、昨日もね、4時間ひたすらトロフィーをしたりとか、今シーズンはちょっと本気なんですけれども、少しスランプ中という感じでございます。引き続きね、
5823を超えれるように特訓して、多分ねこのデッキにしてから勝率がかなり上がって、多分勝率7割から8割ぐらいあると思うので、一旦このデッキでトロフィーを上げつつ、また違うデッキが増えてきたら検討していこうかなと、違う呪文とかを検討していこうかなと思っているんですが、まあこれで一旦いこうかなという感じでございます。はい、ということで、じゃあ本日はね、トロフィー上げの動画でございましたが、いかがだったでしょうか。今シーズンね、最多トロフィー更新できる人がたくさん、できるように、皆さんもね、一緒に頑張っていただければなと思います。私も本気で頑張ります。ということで、本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。